ドノバン・マクナブは、イリノイ州シカゴ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代は、QB として活躍し、フィラデルフィア・イーグルスに所属した2004年シーズンには、第39回スーパーボールに導いている。シカゴで生まれ育った、彼は、地元の高校を2年時に、州のチャンピオンに導いた。また3年時にもプレップボール出場を果たした。また陸上競技と、 バスケットボールも行っており、アントアン・ウォーカーとチームメイトだった。大学進学を決める際に、多くの大学から、リクルーティングを受けたが QB として、奨学金を用意する約束をしたのは、シラキューズ大学とネブラスカ大学だけであった。そして彼は、シラキューズ大学進学を選んだ。大学4年間で彼は35勝14敗の、成績を残した。 一年次のウェストバージニア大学戦では、大学記録となる96ヤードの TD パスを決めるとともにトータルオフェンスでは354ヤードを獲得した。シーズン終了後、ビッグイーストカンファレンスの新人王に選ばれた。三年時には、トータルオフェンスで2892ヤードを獲得し、これは大学記録となった。四年時には、 パス251回中157回成功、2134ヤード、22タッチダウン、ラン135回でも438ヤードを獲得し 8td を上げて、チームをオレンジボールに導いたが、フロリダ大学に敗れた。この年のシンシナティ大学戦では、大学記録タイとなる 4td パス、マイアミ大学戦ではパスで 3td、ランで 2td の、 K5TD を挙げた。彼は、カンファレンスの1990年代、最優秀攻撃選手に選ばれるとともに1996年から1998年まで3年連続で、カンファレンス最優秀攻撃選手に選ばれた。大学の20世紀、オールタイムチームにも選ばれた。 バスケットボールも控え選手として2年間続けており1996年の NCWA トーナメント決勝でケンタッキー大学に敗れたメンバーであった。1999年の NFL ドラフトではティムカウチに続いて全体2位でフィラデルフィアイーグルスから指名されて入団した。テキサス大学の RB リッキー・ウィリアムズの指名を望んだファンからブーイングを浴びた。 この年のドラフトでは、全体12位までに、QB が5人指名され1983年ドラフト組以来となる、QB 方策と見られていたがカウチ、アキリ、スミス、ケイド・マクナウィンの3人は実績を残せず、マクナブとダンテカル・ペッパーだけが、NFL で成功を収めている。豪腕と瞬足を武器に、シーズン途中から、先発 QB に昇格すると、以後10年で、 数々のチーム記録を塗り替える活躍を見せた。9月19日のタンパベイバッカニアーズ戦で、後半から途中出場し、デビュー、11月14日のワシントンレッドスキンズ戦で1991年のブラッド・ゴーベル以来となる新人での先発出場を果たし、 パス21回中8回成功60ヤード獲得に終わったがチームは35から28で勝利した。この試合でラン9回で49ヤードを獲得し、2ポイントコンバージョンも2回成功させた。初先発で勝利したのは、イーグルスの QB では1974年のマイク、ボリラ以来であった。 11月21日のインディアナポリス・コルツ戦で NFL キャリア初の TD パスをタイトエンドのチャドルイスに通した。彼はシーズン最後の7試合中6試合に先発出場を果たした。2000年彼は開幕から先発 QB を任された。10月1日のアトランタ・ファルコンズとのホームゲームでは300ヤード以上を 投げる活躍を見せて38から10の勝利に貢献した。イーグルスの QB が300ヤード以上をマークしたのは1997年のボビー・ホイング以来のことであった。11月26日のワシントン・レッドスキンズ戦ではパス成功率90.7%を呼び、QB としては1972年にシカゴ・ベアーズのボビー・ダグラスが127ヤードを走った。 記録以来となる125ヤードをランで獲得した。12月10日のクリーブランドブラウンズ戦では自己ベストの390ヤードを獲得した。彼はチームを4年ぶりのプレイオフに導き、タンパベイバッカニアーズを21から3で破ったが、翌週ニューヨークジャイアンツに敗れてシーズンを終えた。AP 通信が選ぶ MVP 投票で、 セントルイスラムズの RB マーシャルフォークに次いで2位の票を獲得した。この年、カートワーナーが負傷のため辞退した、プロボールに初出場を果たした。また、QB としては、NFL トップの642ヤードを走り6、TD ランを上げた。シーズン通して560回のパスし投げ330回の、 パス成功記録を残したがこれは1988年にカニンガムが作った記録を12年ぶりに塗り替えた。CBS ラジオの年間最優秀選手、NFL オン、フォックスのテリー賞、オール、マッデンチームに選ばれた。2001年シーズン、この年 NFC 統治クライバルのニューヨークジャイアンツに、対して第4級での逆転勝利を2度演出した。 この年3715ヤードを投げ 25TD を上げた。2年連続で3000ヤード以上のパスを投げた q b は、イーグルス史上、ソニー・ジャーゲン戦ン、ロン・ジャオースキー、ランドール・カニンガムに次いで、彼で4人目であった。プレーオフでの TD パスは、通算8回となり、ジャオースキーの9回に次いで、チーム歴代2位となった。 ディビジョナルプレイオフのシカゴベアーズ戦では、パス40回中26回成功、262ヤードを獲得、2TD パスで週間 MVP に選ばれる活躍を見せて、チームを1980年以来20年ぶりに NFC チャンピオンシップゲームまで導いたが、カートワーナー率いるセントルイスラムズに29から24に敗れた。この年2度目のプロボールに選ばれた。 シーズンオフにチームと新たに12年契約で1億1500万ドルの契約を結んだ。2002年シーズン第11週のアリゾナカージナルス戦でエイドリアン・ウィルソンらにサックされた際に右足首を骨折した。ロッカールームに運ばれた彼は試合に復帰しパス25回中20回成功 4TD パスを上げる活躍を見せたが X 戦撮影の結果、骨折していることが明らかになり、レギュラーシーズン最後の6試合を欠場し AJ、フィーリー、コイネトマーの2人が先発、彼が欠場した間、5勝1敗とし、チームは NFC トップの12勝4敗の成績で、ホームアドバンテージを確保した。マクナブは、ディビジョナルプレイオフで先発に復帰、アトランタファルコンズを20から6で破り、 タンパベイバッカニアーズと対戦したが10から27で、敗れてそのシーズン限りで取り壊される、本拠地、ベテランズスタジアムでの最終戦を勝利で飾れなかった。2003年9月、前年のスーパーボールチャンピオン、バッカニアーズとこのシーズン第38回、スーパーボールを制する、ニューイングランドペイトリオッツに、 新本拠地リンカーンフィナンシャルフィールドで破れれ賞2敗となったところで当時 ESPN のコメンテーターを務めていたラッシュリンボーによって彼は黒人 QB だから注目を浴びているといった趣旨の発言がサレロンギを呼んだ開幕から出遅れたもののこの年後半戦に限れば NFL トップの QB レーティング97.5 パス成功率62%の成績を上げる活躍を見せた。ディビジョナルプレイオフでイーグルスはグリーンベイパッカーズに対して残り1分を切って3点差でリードを許していた。追い詰められたイーグルスは第4ダウン残り26ヤードのピンチからマクナブのパスをフレディ・ミッチェルがキャッチしデビッド・エーカーズの FG でまずは同点。直後に ブレット・ファーブが犯したインターセプトから再び、エーカーズが登場。決勝の FG を決め勝利した。続く隠したとみられた、カロライナ・パンサーズとのチャンピオンシップゲームでは、パス22回中10回成功、100ヤード、3インターセプト、さらに相手 LB ・ウィル・ウィザースプーンに、フィールドに叩きつけられた際、肋骨を骨折して、負傷退場をした。 司令塔を失ったチームは14から3で敗れ去り3年連続でスーパーボール出場をあと一歩で逃すこととなった。こうしてスーパーボールへあと一歩のところで3年連続チームは敗れたが、 同一先発 QB が3年連続カンファレンスチャンピオンシップゲームで、敗れたのは1980年から1982年まで、ダラスカウボーイズのダニー・ホワイトが敗れて、以来のことであった。カンファレンスチャンピオンシップゲーム3試合での彼の QB レーティングは50.5と、リーグ最低の成績に終わった QB の、シーズン成績より低いものであり大舞台に弱い、QB と、 レッテルが貼られた。一方、彼を擁護する意見として、ワイドレシーバーの人材がいないという意見もあった。2004年シーズン、パス成率64%、31td パス、わずか8インターセプトの成績を残した。QB レーティングは104.7で NFL 史上、初めて 30td パス以上を投げ、インターセプト1桁で終えた QB となった。 この成績の陰には、テレルオーエンスの加入があり彼は14、TD レシーブを挙げた。チーム史上初めて開幕から7連勝を果たし、歴代3位体となる残り5試合を残した時点で、地区優勝を決めた。地区2位に7ゲーム差、レギュラーシーズンが16試合制になってから、フランチャイズ史上最高の13勝3敗でシーズンを終えた。 足首の負傷で、エースレシーバーのオーエンスを書いたものの、プレーオフでは、ミネソタ・バイキングスを二十七から十四、アトランタ・ファルコンズを二十七から十で破り、第十五回スーパーボール以来二十四年ぶりとなる二度目の、スーパーボールにチームを導き、アフリカ系アメリカ人 QB としては、第二十二回スーパーボールでのタグ・ウィリアムズ、第三十四回スーパーボールのスティーブ・マクネアに次いで、 史上3人目の出場となった。第39回スーパーボールでパスを投げるマクナブ第39回スーパーボールでニューイングランドペイトリオッツと対戦した。彼は30本のパスを成功させて357ヤードを獲得、3td を上げたが、インターセプト3回、そのうち2回は敵陣で犯してしまい、チームは21から24で敗れた。 またこの日彼は4回サックされた。試合終了後センターのハンク・フラリーや WR のフレディ・ミッチェルはマクナブへの不満を漏らした。スーパーボール敗戦後、エース WR のオーウェンスはマクナブと口を聞かないようになった。2005年シーズン9月の3試合で964ヤードを投げて 8td2 インターセプトの成績で、 NFC の月間最優秀選手に選ばれ、チームは2勝1敗でシーズンを開始した。10月に入ってもイーグルスに相性の悪いアローヘッドスタジアムでのカンザスシティチーフス戦でパス48回中33回成功、369ヤード、3TD の成績を挙げた。しかし続く4試合を連敗しこの間彼の QB レーティングが72を超えたのはわずか1試合であった。スポーツヘルニア及び痛めた親指でプレーを続けていたが11月14日のマンデーナイトフットボールダラスカウボーイズ戦でロイ・ウィリアムスにインターセプトされた後タックルしようとしたところスコット・シャンルのタックルを受けてフィールドに倒された。このプレーで股関節を痛めた彼は故障者リスト入りしシーズンを終えた。 その後マイク・マクマーンが先発 QB となったが2勝5敗の成績でチームは6勝10敗に終わった。彼は9試合でパス357回中211回成功2507ヤードを投げて 16TD パス、9インターセプトの成績でシーズンを終えたが16試合出場できたならば4457ヤードを 投げるペースであり2004年の3875ヤードの自己ベストを更新する勢いであった。2006年シーズン、開幕前にオーエンスはチームを去りだらスカウボーイズに入団した。5勝4敗で迎えた11月19日の第11週テネシータイタンズ戦でスクランブルした際に全十字靭体と右膝を負傷し、シーズンを終えた。彼が、 レギュラーシーズンを6試合以上欠場するのはここ5年間で3回目のことであった。チームからは彼の負傷が全治8週から12週間であると発表された。控え QB だったジェフ・ガルシアの活躍で5勝5敗だった。チームは10勝6敗でシーズンを終えて NFC 地区優勝を果たし、ワイルドカードプレイオフではニューヨークジャイアンツにホームで23から20で、 勝利、敵地ルイジアナスーパードームで、ニューオーリンズセインツに24から27で、破れシーズンを終えた。2007年シーズンの開幕先発の座も危ぶまれていたが、プレシーズンゲームで怪我からの回復を見せた。彼は開幕戦のグリーンベイパッカーズ戦で、先発出場したがパスを半分も通せず。 184ヤード、1td パスの成績でチームは13から16で、敗れた。第2週のワシントンレッドスキンズ戦も12から16、で敗れたが、第3週のデトロイトライオンズ戦で、パス26回中21回成功、381ヤードを、投げて 4td パス、56から21の勝利に、貢献した。 しかし第4週のニューヨークジャイアンツ戦はパッとせず、追うし、梅にオーラからは、通算12回目のサックをキスするなど、パス31回中15回成功、138ヤード、TD なしであった。第11週のマイアミドルフィンズ戦で足首と、右手親指を負傷し、翌週から、ニューイングランドペートリオッツ戦では、AJ フィーリーが先発したが2試合で7。 インターセプトを喫した。2009年のワイルドカードプレイオフでオーディブルを支持するマクナブ2008年シーズン、ここ数シーズン負傷に泣かされ続けていた。彼は開幕戦で361ヤード、3td パスの大活躍を見せた。第3週のピッツバーグスティーラーズ戦では、キャリア176個目の td パスを投げて、ジャオンスキーの持っていたチーム記録を塗り替えた。 その後シンシナティベンガルズ戦で NFL6 年ぶりの引き分け試合となった翌週のボルチモア・レイブンズ戦の前半パス18回中8回成功59ヤードの獲得2インターセプトの成績でアンディ・リードヘッドコーチは後半から2年目の控え QB ケビン・コレブを出場させたマクナブが負傷以外の理由で途中交代させられたのはキャリア初のことであった この試合コルブは、エドリードに108ヤードのインターセプトリターン TD を許した。しかし翌週感謝祭の日のアリゾナカージュナルス戦で、マクナブは調子を取り戻しパス39回中27回成功、260ヤードを獲得、4TD を上げた。プレイオフ進出をかけた、最終週のダラスカウボーイズ戦で自身が持つチームの、 シーズンパス記録を更新する活躍を見せ、44から6の圧勝でチームをプレイオフに導いた。この年彼は3916ヤードを投げ、チームの総得点は416点と創設以来、最高の記録であった。NFC 第6シードながら、ワイルドカードプレイオフでは、ミネソタバイキングス相手に、ブライアンウエストブルックへの71ヤードの、 TD パスを含む300ヤードを投げ26から14と勝利、ニューヨークジャイアンツを23から11と撃破して4年ぶりのチャンピオンシップのピッチに立った。NFC チャンピオンシップゲームではシーズン序盤に破ったアリゾナカージナルスと対戦した。この試合は前半で6から24と大量リードを許したが彼はパスを47回投げて375ヤード。 3td1 インターセプトの成績を上げ、第4級にはルーキー WR でショーン・ジャクソンへのパスで逆転したが、その後ワーナーからティム・ハイタワーへの td パスが決まり25から32で敗れた。イーグルスではチーム史上2度目となるスーパーボール進出を果たし、q b としてのチーム記録の多くを更新し、チーム史上最高の q b という評価を得た。 NFC チャンピオンシップゲームでは5回進出したうち一度しか勝てていないが2000年から2009年までの10年間で92勝49敗1分というトム・ブレーディブレッド・ファーブ、ペイトン・マニングに次ぐ好成績を残している2010年4月4日に同地区のライバルチームワシントン・レッドスキンズへ2010年のドラフト2巡目 指名権及び2011年のドラフト3巡目または4巡目、指名権と引き換えに電撃トレードされた。10月31日のデトロイトライオンズ戦では、試合終盤にレックス・グロスマンに交代させられ交代の理由について、カイル・シャナハン・オフェンスコーディネーターの試合前に調子が悪かったら途中交代させると、 告げていたというコメントやマイク・シャナハンヘッドコーチが2ミニッツオフェンスをグロスマンの方がよく理解しているからと発言するなど先発 q b 交代かという憶測も出たがその後チームと5年間7800万ドル最大8800万ドルの契約を結んだしかし13試合で3377ヤード14タッチダウン15インターセプトと成績が振るわず 最後の3試合は、レックス・グロスマンに、先発の座を奪われ、控え QB に降格した。このことについて、レッドスキンズが優勝した第26回スーパーボール、MVP のマーク・リッピンは、オフェンスラインが QB を守れなかったのが原因と、彼を擁護する発言をした。後年俸がネックとなった、彼は、2011年7月に、 ドラフト62指名権2つとの引き換えで、ミネソタバイキングスへ移籍した。開幕戦では、パス15回中7回成功、39ヤードの獲得に終わるなど、開幕から6試合で1026ヤード、4タッチダウン、2インターセプト、QB レーティング82.6にとどまり、チームが1勝5敗となったところで、先発 QB の座を、 新人のクリスチャン・ポンダーに譲ることとなった。その後シーズン途中でバイキングスから解雇された。黒人 QB の特徴である瞬速と強権を武器に戦うタイプで QB として NFL 史上最高クラスのランとパスの能力を合わせ持った究極のデュアルスレッドでモバイル QB の完成型というべき存在。強権を生かしたロングパスを得意としており小柄ながら スピードでミスマッチを作ることに長けた WR を揃えたイーグルスにとってマクナブのコントロール抜群のロングパスと RB 顔負けのスピードを持ったスクランブルはこれ以上にない武器だった14秒もの間相手のラッシュをかわしながらロングパスを通すなどの劇的な場面を演出する一方ショートパスでもロングパスと同じ感覚で投げるため味方でも取れないボールを投げてしまうのが 欠点として挙げられるフィラデルフィア出身のボクシング世界王者になったバーナード・ホプキンスは人格面は称賛するものの治安がそれほど悪くない地域の出身である彼には闘争心が欠けていると批判をしている。ありがとうございます。